まだ一人来てない。死んだふりってのは難しいんだべな。脈絡なく死なれてもピンとこないよ。シナリオを練り直せ。やるなら外でやってよ。二人で話そう。詐欺なんてやってればさっきみたいな目にいつか遭うだ。そんな死に方冗談じゃねえ。正直おめえには恨みしかねえけど、ほんのちょっぴり感謝してるだ。日本でくすぶってたオラを変えてくれた。やり残したことはあるとすれば、一度くらいおめえを本当に騙したかったべ。そいつは残念だったな。ま、大したアドバイスはできないが、思うままに動けばいい。直感に任せれば、自然と進むべき道が見えてくるものさ。じゃあな、ローラン。あんの野郎。おいおい、一体何のことだ。とぼけるでねえ。スカーレット商会はもろにヤクザのフロント企業じゃねえべか。おめえがオラを誘導してはめたんだべ。意外と早かったな。どこまで騙せば気が済むか。まあそう怒るなよ。枝豆最後の花道を東京で飾ってやろうという愛情あふれる計らいさ。おめえ、スザク連合会がどんなとこだか知ってるだか。アジア一帯から孤児や難民を買い集め、世界中の金持ちどもに売りさばく日本のクソヤクザ。そしてボスは日本の裏社会の女帝、スザク明美さ。枝豆、早く乗れ。つまんないこと言い出すなよ。捕まってる子たちさ、全員一緒に逃がすだ。ほら来た。で、何人だ。オラたちが連れてきた5人と、前からいた5人で、10人だべ。これ5人乗り、乗れてもあと2人だ。もっと乗れるだろ。道交法違反だぞ。嫌なら行け。こっちは走ってても逃げるんだ。ふぅ、やっぱりか。言わんこっちゃない。お？イカれてる。やばいって。何すんだ。しらばっくれるんでねえ。は？何を？オズのことだべ。二度と会いたくなかったのに、あんなところで。落ち着けよ。ふざけるでねえ。あいつはもう親父でも何でもねえ。ただの他人だ。だったらそんなに取り乱さないんじゃないか。ああ、そうだ、今夜午前3時決行だ。実は俺もずいぶん前から考えてただ。引退して日本に戻るべかってな。ミキと誠だっけ。ああ、顔を忘れてないといいな。帰るたびにチクチク言われるだ。今度会わせろよ。冗談じゃねえべ。教育上誠には絶対会わさねえ。あんたが枝豆を引きずり込んだんでしょ。だったら少しは信頼して、初めから説明してあげてもよかったんじゃない？おいおい、僕がスカウトする前の彼はカスみたいなペテン師だったろ。ピノキオみたいに伸びきってた鼻をへし折ってあげた。今じゃ僕に感謝さえしてる。枝豆の特徴は今さら説明するまでもないだろ。確かに、作戦を教えたらすぐ口を割るようなやつだ。その通り。まあ結局のところ何も教えずに明美の懐に入れるのが枝豆の安全のためでもあるのさ。歯がゆいけどね。はあ、それっぽい説明だけど詭弁にしか聞こえないわ。だがこの先はどうする。全て打ち明けたとして今更あいつが納得すると思うか。俺が今までローランにやらされてきたのは今回の予行演習なんだろ。ああ、やるよ、言われた通りに。そうか。
ことどういうことだ。オーラン、怎么回事。マコト。罗兰。罗兰。你敢骗我。リュウ、お前の部下が警察の犬だったわけか。枝豆、説明してやれよ。おい、偽警察。こっちの銃は本物だ。無駄な抵抗はやめろ。何のつもりだ。そいつらは何者だ。枝豆、お前。ちょっと。こいつらは国際的な詐欺集団です。後から入ってきたのは僕の助っ人です。今回のは壮大な計画らしいですよ。おつ枝豆。やった、やっと勝てた、金髪クソ野郎に。母さんは一人で墓の中、ドロシーはみんなで敵討ちってか。仲間じゃなくて一匹狼なんだろ。金も時間も家族も犠牲にして、随分都合いいスローガンだな。笑わせんな。枝豆、もう気が済んだろ。済むわけねえべ。ローラン、おめえは所詮人さ騙して喜んでるゴミクズだ。大切な人が犠牲になっても反省もしなければ足も洗わねえだ。コンフィデンスマン。なんだそれ。他人を傷つけて嘲笑うくせに、ちょっと自分が傷ついたら悲劇の主人公気取りだ。ナルシストの犯罪者どもめ、ヘドが出る。いつも説明なしで巻き込みやがって。もうおめえらには振り回されねえ。こっから先オラは自分しか信じねえだ。枝豆、たとえ茶番でも君の本心が聞けてよかった。たく、もっとマシなやり方さあったべ。そういうところも父親譲りさ。一緒にするでね。しかしローランさん、枝村さんによく合わせられましたね。オズが刀を突きつけられた時、血のりパックが丸見えでさ。ただオズから見えてるのか怪しかったから、こうやって。おかげでよく見えただ。へえ、私は本当に枝村さんがバッサリやられたかと。あの3人と仲直りできてよかった。それよりメールさ出したか。ああ、シオンの撮ったムービーも一緒にね。あとはあの親子の日頃の行い次第じゃないかな。君とオズみたいにね。ほっとくだ。足を洗った後はどうするんだ。俺はそうだべな、コーヒーが好きならカフェでも開くってのは。まだそこまでは。でもオラの入れるコーヒーでみんなを笑顔入れきた。いつの間にか開けてきたな。おやすみ。あ、おやすみ。我々の最大限の努力と自らの能力を信じる心を求められている。成り上がったね。彼こそ現代の秀吉ってところか。いや、そろそろ退屈してる頃だろ。